みに左上部分をこのようにすることで、ちなみに石炭25個で再現性あり。ファクトリオスペースエイジを攻略パート2。今回も前回に引き続き視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第4弾。誰でもモッドなしデフォルト設定でファクトリオスペースエイジを攻略する方法について解説します。前回の動画では発電所を設置して赤サイエンスパックにより電動掘削機をアンロック。電動掘削機による自動整理ラインが完成しました。今回はこの続編ということで、ファイターの巣を討伐して発電所を拡大して、そして燃料の投入を自動化して、最後に緑サイエンスパックによる自動化技術2の研究を始めるところまでを解説します。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、ファイターの巣討伐の準備。電動掘削機と石の炉により鉄板を大量生産できるようになったら、近くのファイターの巣を討伐に行く準備を始めます。まず組み立て機を8台設置。そのうち4台は通常弾薬、残りの4台は鉄の歯車のレシピ設定をします。石の炉から鉄板を取り出し、組み立て機に鉄板を投入して、出来上がった通常弾薬と鉄の歯車を回収します。ガンタレット10台とライトアーマーパイプ50個を作れば戦いの準備は完了です。チャプター2、ファイターの巣の制圧。ガンタレットなどの準備ができたら、近くのファイターの巣に突撃です。通常弾薬をガンタレットから回収するときに、通常弾薬がインベントリに入らず不便なので、ハンドガンと通常弾薬は装備から外しておきましょう。ファイターの巣に近づいたら、おとりのガンタレットを2台設置。シフトを押しながら右クリックで通常弾薬を装填します。ファイターの巣に接近したら、残りのガンタレットを設置。 GT で素早く通常弾薬を装填します。ファイターの巣は一つだけ破壊せずに残しておくのがいいです。ゲームの中盤、ファクトリオ最強のアイテムバイオ研究所を製造するときに、ファイターの巣が近くにあると便利だからです。スペースキーを押しっぱなしにして、湧き出るファイターをやっつけながら、用意していたパイプをこんな感じで2マス間隔で設置すれば、ファイターの湧き潰しができます。これでファイターの巣を生かしたまま確保しておくことができます。汚染や時間の経過によって進化係数が上がると、ファイターの巣が硬くなってしまうので、拠点の近くに他にもファイターの巣があれば、最初のうちに駆除しておくのがおすすめです。ちなみに攻撃を受けたガンタレットはリペアキットで修繕できます。チャプター3、鉄の歯車搬送ベルト工場の自動化。ファイターの巣を制圧したら、工場の規模を大胆に拡大していきます。そこで工場の拡大に必要となる搬送ベルトを自動で絶え間なく作る工場ラインを作ります。まず搬送ベルトを石の炉の周りを囲うようにぐるっと設置します。次に鉄製チェストを搬送ベルトの上側に5個設置。最後にインサーターを鉄製チェストと搬送ベルトをつなぐように、また石の炉と搬送ベルトをつなぐように並べれば完成。鉄製チェストに鉄板が次々と運び込まれます。ちなみに左上部分をこのようにすることで、鉄板が搬送ベルトの上下で搬送されるようになり、搬送ベルトの詰まりを予防できます。これで鉄板の鋳造ラインが出来上がりましたので、組み立て機を使って搬送ベルト工場ラインを作ります。まず組み立て機の上側部分に搬送ベルトを引いて、搬送ベルトを挟み込むように鉄製チェストとインサーターを設置します。次に組み立て機6台に鉄の歯車を、残りの2台には搬送ベルトのレシピ設定をします。最後にインサーターを組み立て機と搬送ベルトをつなぐように設置します。搬送ベルトの製造には鉄の歯車も必要なので、このように逆向きのインサーターも忘れずに設置しましょう。建設ロボットの運用が始まったら、このように大量の搬送ベルトを使うので、ここで作りためておきます。
石の炉が燃料切れとなって生産がストップしないよう、ここで石炭を投入しておきます。ちなみに石炭25個で石の炉は約20分間稼働します。チャプター4、発電所の燃料投入の自動化。そろそろボイラーの石炭が切れてくる頃です。いちいち石炭を投入しに行くのは面倒ですよね。そこで発電所の燃料投入を自動化しつつ、工場の拡張に向けて発電量を増強していきます。まずボイラーを8台、蒸気機関16台を追加で設置します。パイプでつなぐのを忘れずに。次に石炭に電動掘削機を設置して、乾燥ベルトを使ってボイラーまで運びます。乾燥ベルトの上を走るとエスカレーターみたいだなって思いませんか？インサーターを置くためにボイラーから1マス置いて乾燥ベルトを敷設します。最後に燃料式インサーターをボイラーと乾燥ベルトをつなぐように設置して完成。ちなみに燃料式インサーターは電気なしで石炭を食べて動くので、万が一停電が起きてもすぐに復旧できて安心です。チャプター5、レーダーによるマップ探索。発電所の増設により電力に余裕が出てきますので、レーダーを設置してマップの広範囲を探索します。レーダー8台を作って拠点の中に設置します。設置をすると早速マップ探索が始まります。レーダーはマップ上の未開示のマス目チャンクから時計回りにスキャンします。ちなみにレーダーの最大探索範囲である 29×29 チャンクのスキャンが終わるまでに約1時間かかります。ある程度スキャンが進んだら回収しておくのがおすすめです。その他レーダーに関する詳しい特徴や使い方はぜひこちらの動画をご視聴ください。レーダーの探索によって鉄鉱石や銅鉱石の大きな鉱脈の場所や油井があるエリア、ウラン鉱脈があるエリアを見つけるほか、バイターの巣が近くにないか、新しくバイターの巣ができていないかなどを確認します。チャプター6、緑サイエンスパックによる研究。工場を大規模にするための最後の準備として、緑サイエンスパックによる研究で組み立て機2をアンロックします。まず研究所の上に組み立て機8台を設置して、銅線にレシピ設定、銅板を投入して銅線が生産されるまでしばし待ちます。銅線がある程度出来上がってきたら、組み立て機をシフトを押しながらコピーして、パラメータ設定機能を使って組み立て機のレシピ設定を電子基板に変更します。レシピ設定を変更したら鉄板を投入すると、電子基板の生産が始まります。電子基板の生産が終わったら、パラメータ機能で今度はインサーターにレシピ設定を変更します。鉄板と鉄の歯車を投入してインサーターを生産。最後にパラメータ設定機能を使って組み立て機のレシピ設定を緑サイエンスパックに変更。作りためておいた搬送ベルトを鉄製チェストから取り出して組み立て機に投入すれば、緑サイエンスパックの生産が始まります。組み立て機と研究所の間にインサーターを設置するのを忘れないようにしましょう。赤サイエンスパックの組み立て機に作りためた鉄の歯車と銅板を投入すれば、緑サイエンスパックによる研究の準備は完了です。自動化技術2の他に、グレネードのアンロックのため軍事技術2と、油井の建設など遠征に行くために必要な自動車のアンロックのため、物流学にエンジンの開発、自動車の開発を研究予約の9に並べておきます。テクノロジーがアンロックされるのを待つ間に、組み立て機2を製造するのに必要な鋼材の生産も進めておきましょう。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？おお、なるほどとか面白いなと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか？動画制作の励みになりますので、ぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかな、もっとこうしたらうまくいくんじゃないかななど、少しでも
皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。再生リストよりぜひご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。